ただいまから森市長の定例記者会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。幹事社の KKB 中西です。よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに森市長から発表事項について説明をお願いします。はい、皆さんおはようございます。夏休みも終わりに近づきまして、いよいよ新学期を迎えます。まだまだ暑い日が続いておりますので、市民の皆様には引き続き体調管理に留意をしていただきたいと思います。さて、表紙にありますように、今月の18日本市の夏の風物詩であります、サマーナイト大花火大会を開催をいたしました。多くの市民の方々や観光客の皆様方に維新から150周年の節目を飾る多彩な花火の共演を楽しんでいただけたと思っております。報道機関の皆様とはじめ、開催に大変なご協力をいただいた方々に改めてお礼を申し上げたいと思います。それでは本日は9項目について発表をいたします。はじめに火山都市国際会議への参加等についてご説明いたします。9月の1日から京都大学の井口教授らとともにイタリア・ナポリ市を訪問いたします。まず火山都市国際会議に参加をし、日本イタリア両国の火山学会が開催をいたしますワークショップで、私が桜島の防災対策を発表をするなど、火山防災トップシティを目指す本市の PR を行ってまいります。また海外の火山都市との交流として、ナポリ市長表敬訪問やベスビオス火山観測所の視察のほか、先日ご来館をいただいた国立ナポリ美術学院のデシモーネ教授のご案内で国立考古学博物館を視察をし、火山地域共通の文化について学んでくる予定であります。今回の訪問の成果を今後の防災体制の充実や新たな文化交流にも生かしていきたいと思います。次にフランスストラスブール市長の本市訪問記念講演についてご説明いたします。今年の1月、私はパリで開催をされました伝統工芸品国際見本市に参加をしており、ストラスブール市を訪れ、ローラン・リース市長と意見交換を行いました。その際、本市へもぜひお越しいただきたいとお伝えしたところ、この度来館が実現し、記念講演会を開催することとなりました。このように早速本市を訪問していただけることを大変嬉しく思っております。リース市長はLRT を活用したまちづくりのパイオニア、都市交通分野のエキスパートとして国際的に高い評価を得ておられることから、公共交通を活用したまちづくりについてご講演をいただくことといたしております。講演会は10月の8日に城山ホテル鹿児島にて開催をいたします。9月から募集を開始いたしますので、ぜひ多くの皆様方にご参加をいただければと思っております。次に生物多様性の保全の取り組みについてご説明をいたします。まず第8回の生物多様性全国ミーティング&生物多様性自治体ネットワークフォーラム in 鹿児島についてであります。これは生物多様性の保全と持続可能な利用について市民の皆さんの理解を深め行動につなげてもらうため、10月の8日に本市で開催をするものであります。主な内容はタレントの高木美帆さんの講演や天文館ミツバチプロジェクトなど地元団体の事例発表のほか、パネルディスカッションの実施などであります。市民の広場9月号でも特集をいたしておりますので、併せてご覧をいただきたいと思っております。次のページをご覧いただきたいと思います。ボルネオの生物多様性の保全に関する活動のための連携と協力に関する覚書を8月の24日に本市、旭川市、豊橋市などと7社間で締結をいたしました。マレーシア・ボルネオは生物多様性の宝庫と呼ばれておりまして、今後この覚書に基づき平川動物公園においてもボルネオの野生動物の保全に係る調査研究や啓発などを公正団体等と連携をして進めてまいります。次に市電、カゴリンクールチョイス号についてご説明いたします。4月に行いました鹿児島市クールチョイス宣言のもと、地球温暖化対策の推進のため市電とカゴリンをそれぞれイラストレーター岡田岡氏の楽しいイラストによるメッセージ広告でラッピングをしたクールチョイス号が
搭乗いたします。出発式は9月の10日交通局において本市が認定をいたしておりますエコ幼稚園八幡幼稚園児の園児と一緒に行います。本市で排出される温室効果ガスのうち運輸部門が約4割を占めていることから公共交通機関やカゴリンをより一層利用していただきたいと思っております。次に高齢者の健やかな暮らしを応援する各種施策をご説明いたします。まず今年度の新規事業高齢者の元気応援協賛店特待サービスについてであります。対象は70歳以上の方で料金の割引などさまざまな優待サービスをご覧の44施設で受けることができます。またスタートとして1年目を迎えます免許運転自主返納優遇制度のサービスも多くの方々に利用されています。次のページをご覧ください。今年も敬老訪問と健やか長寿祭りをご覧のとおり実施をいたします。9月の17日は敬老の日であります。長年にわたり社会のために貢献してこられた高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心をして暮らしていただけるよう引き続き各面から取り組んでまいります。次に文化芸術団体等による自主的な活動を活性化することを目的として今年度創設をいたしました文化芸術活動活性化補助金についてこの度対象事業が決定いたしましたので発表いたします。補助金の対象事業は市内で実施される文化芸術事業で本市の文化芸術の振興につながる公益性などの視点で審査を行いご覧の4事業を決定をいたしました。いずれの事業も9月以降各団体により開催される予定であります。この補助金が活用によりましてこの補助金の活用によりまして市民が文化芸術を身近に感じる機会がより一層充実することを期待をいたしております。次に9月24日に日本ジオパーク認定から5年を迎える桜島近郊湾ジオパークの取り組みについてご説明いたします。これまで行政だけではなく市民や関係機関、NPO 等の民間事業者の方々と一緒になってさまざまなジオパーク活動を推進してまいりました。さらに今年度はエリアを本市全域や姶良市、垂水市に拡大していく取り組みも進めており、その一つとして右のページのとおり3市の施設を対象とするスタンプラリーを今月から開催をいたします。11月30日までとなっていますので多くの方々に参加していただきたいと思います。今後は3市が連携してさらなるジオパークの活動の推進に努めてまいりたいと考えております。次に明治維新150周年を盛り上げる食や芸術などさまざまな本市のイベントを紹介いたします。まず首都圏で鹿児島の食の魅力を発信する食の都鹿児島フェアを開催いたします。今回の食材は黒豚、黒薩摩鶏、きびなごなどで9月1日から1ヶ月間両国や鹿児島と歴史的な縁の深い渋谷区などの料理店で期間限定メニューを提供いたします。今年は明治維新150周年や大河ドラマセコドンで注目を浴びる中歴史を中心にした本市の PR も行ってまいります。次に市立美術館では特別企画展明治維新150周年日本洋画の夜明け山岡コレクションを中心にを9月28日から開催をいたします。日本初期洋画の宝庫山岡コレクションを中心に幕末から明治の画家たちに焦点を当て鹿児島出身の黒田清輝、清輝、藤島拓司などの作品を多数展示をいたします。また関連イベントとして天保年間鹿児島城下絵図を手に幕末の城下町を後を巡るフィールドワークなども開催をいたします。次のページを見てご覧ください。現在西郷大久保の銅像建立に関する文書など本市が保有をする明治維新関連の歴史的公文書を市政情報コーナーで展示をいたしております。期間は10月まででありますまた今月来場者が30万人を突破した大河ドラマ館では9月の月替わり展示として桂小五郎と小松帯刀の刀や薩長同盟締結の書き付けなどを展示をいたします。今回多数の観覧希望の申し込みをいただいております西郷どんトークショーでありますが
11月の4日に開催をし、来月から観覧募集を開催いたします。大河ドラマ出演者の中からどなたがゲストとしておいでになるか、どうぞご期待いただきたいと思っております。最後に、おすすめイベントの情報を別冊で、お知らせをしております。ぜひ多くの方にご参考いただきたいと思っております。本日のは以上であります。報道のご協力方をよろしくお願い申し上げます。ただいま森市長より発表がありました。事項に関して質問がありましたらお願いします。市政一般その他の事項は後ほどお願いします。では質問される方は挙手お願いします。はい、どうぞ。新聞の加藤です。はい、質問3点ありまして、はい、1点目1ページ目 の, あのナポリでの参加なんですけども、はい、内容3内容括弧1市から の, この対策の発表ですね、市長からの、はい、これ の, あの日時何日になるのかというのと具体的にどういった内容になるのか、はい、で2点目あのこの会議の参加というのは今回初めてになるんです。もう何回も毎年されているものなんでしょうか。はい、でもう1点目が7ページ目の敬老訪問で、はい、あのこの最高齢者男性女性それぞれどういった方かというのと市長がもう直接会いに行かれるのでしょうか。以上3点お願いします。はい、まず火山防災トップシティの国際火山、都市会議への参加でありますが、私は9月の4日ですよね、4日の日に、私自ら本市の火山防災に関するプレゼンテーションを行ってまいります。まあ、今鹿児島市は、国内外に向けて世界の火山防災に対するトップシティを目指しておりますので、その目指す中身という今防災対策をどうしているか避難計画をどうしているかそして、避難計画の中でも先般行った、輸送手段等についてどういった今検証をしているかと今現在鹿児島が取り組んでいるさまざまな体験等をご紹介をしていきたいと思っております。やはり世界に本当に県なら活火山桜島でありますので現在も活動を続けているこの活火山の目の前に60万都市があるということも紹介をしその60万市民をいかにこの防災こういう火山災害から守っていくかということの対応等について皆さん方にご紹介をしていければというふうに思っております。この国際会議は2年に1回ですかね、2年に1回開催されていますが私は、その前の前、スペインのテネリフ島で開催された時に参加をしやはり、同じように、桜島の防災対策について発表をいたしております。次に、敬老訪問ですが、これは毎年、行っております。敬老訪問についてはですね、それぞれの、88歳の米寿の皆様方に対しまして、職員がそれぞれの お宅を訪れし、施設に入っておられる方はその施設をお伺いをして市民の代表としてお祝いを申し上げております。私自身も今回は二方の方に、を訪問して、そのお祝い金をお渡しをしたいと思っています。現在、本市の最高齢の方は女性の方が108歳で男性の方は、107歳でありますけれどもいずれも氏名等については非公表とさせていただいております。以上です。はい、はい、どうぞ。はい、火山都市国際会議について関連なんですけども、はい、今回 の, 訪問というのが国際会議の誘致にもされるのかという点とインドネシアでしたりナポリでしたり鹿児島関連のところもあるかと思いました。あとその第5回が島原大会ということで鹿児島
国内で初めて開催されたかと思うんですけども、そういった意味で誘致のお考えがないかというのを一点お願いします。はい、誘致ですね。先ほど申しましたけれども、私、鹿児島は、世界の、火山防災のトップシティとして、これから取り組んでいく、そういう思いで今、いろいろな事業を進めております。そういった意味ではですね、やはり鹿児島でも、このCOP10、都市国際会議が、開催をできればというふうに思っております。そういった意味でも、これから誘致に向けてもですね、取り組みを進めていければと思っております。昨年はインドネシアを訪問いたしました。今年はイタリアのナポリであります。それぞれの都市でやはり避難体制を その都市の都市の状況に即応した取り組みを進めておりますので、それらも参考にしながら鹿児島市の避難体制をさらに充実をさせていければと思っておりまして、またこの鹿児島のこの現状をですね、ぜひ世界の皆様にも知っていただくために、できれば火山都市国際会議を鹿児島で開催をしたいと思っております。はい、いなかったですか。ですか。はい。では他にないということですので、次に市政一般その他の事項に関して質問がありましたらお願いします。はい、どうぞ。KTS です。はい、今日ちょうど同じ時間に本校区のエリアまちづくり検討委員会が開かれてまして、なんか7社ぐらい案が提案されるそうなんですけど、なんか市側にその路面電車のなんか設計上のなんか話とか問い合わせがあったりとか、特にあったのかなかったのかという点と、改めて現時点での市長 のストラスブールのこちらも市電のまちづくりとかあるので、市電へのお考えを聞かせてください。はい、まず県の方が今募集をしております。その、検討委員会の中の、募集要項と内容については全く、我々は把握をしておりませんし、また、その各提出をされる方々からその路面電車についての問い合わせもなかったところであります。私どもとしてはですね、30年度末までに、県の方として、この本校区を踏まえた、整備等グランドデザイン等について、策定をするということを言われておりますので、今後とも路面電車の関係もありますので、最終的にグランドデザインの策定にあたってはですね、しっかりと連携をして、私どもとしてもこういった計画があるということをですね、県 その委員会の方に、お伝え していくと いかなきゃいけないと思いますし、またこの、委員会の中でも市の職員も入っておりますので、そこでも発言をしていきたいと思っております。なんか毎度で恐縮なんですけど、はい、やっぱりもう少しちょっと市側のそういった思いとか、なんか県外に伝わっている感じとか、その辺感触としてはどうなんですか。それは知事に対しても私自身から直接、路面電車についても話をしておりますし、知事も、大変素晴らしい、取り組みだということは言っておられますので、やはりこのグランドデザインを、最終的にどういった形で採用されるか、分かりませんけども、その中には念頭にその路面電車の延伸についてもしっかりと取り組んでいただけるものと私は思っております。よろしいですか。何も出ないですかね。はい、どうぞ。はい、先般
蒲町地区の代表者と要望書を提出されたかと思いまして、はい、その市長の受け止めをお願いします。そうですね、はい、先般、磯駅周辺の地域の町内会の皆様方、まあ、磯町内会、そして清水広区まちづくり協議会、大流広区まちづくり協議会、名山広区コミュニティ協議会の代表の方から磯駅設置に対して、ぜひ、実現をしてほしい旨の要望書が出されました。まあ、今年度の協議会で、今交通シミュレーションなどさまざまな観点から、まあ、設置が可能かどうかという検討をしていただいておりまして、まあ、秋ごろ、まあ、11月ごろだと思いますけれども、その検討結果を、まあ、報告をしていただくこととなっております。まあ、協議会においては駅設置が可能というそういった、まあ、駅を設置しても問題がないという結果となった場合はですね、またその時点で、まあ、いろいろな関係団体の皆様と協議をしていかなきゃいけないと思います。まずは協議会の中で、駅設置が可能かどうかということをしっかりと検証していただいて、最終的な、まあ、結論を出していただきたいと思っております。皆様方のこの先ほど要望に来られた要望団体の皆様方の思いはしっかりと私も受け止めたところでございますけれども、まあ、さまざまな課題等もまだまだ山積をしているというふうに、思っていますし、またこれに対して、まあ協力はできないというそういう方々もおられますので、やっぱりそういう方々とのコンセンサスもしっかりと踏まえながら最終的な、まあ、意見を出していただけるんじゃないかなと思っております。すみません、合わせてなんですけど、はい、今課題をおっしゃったかと思うんですけど、まあ、利用が観光客に限定される費用対効果でしたり、交通シミュレーションと2013年出された課題は少しずつクリアしているかと思うんですけども、そういった意味で今回協議会の決定が市長のお考えになるとは思うんですけれども、その設置するにあたっての課題というのをもう一度お願いします。やはり、中には、まあ、課題として道路交通への影響、またそれを対しての費用対効果の課題が解決できるのかとか、まあ、今の国道15バイパスの今取り組みも進められるとしておりますので、それとの関連とかですね、まあ国道の整備、また駅を作る場合にどういった形でそういう方法があるのかどうかとか、まあそういういろいろ課題があるようでありますので、それらを一つ一つクリアしながら、まあ、クリアしなければ駅設置というのはできませんので、まあ、それらがどういった影響があるかということを十分に検討していただいてですね、最終的な意見を集約してほしいと思っています。はい、はい、すいません。はい、どうぞ。です、はい、認可外保育施設 の、はい、乳児死亡事案がありまして、その、はい、報告書が示されていると思うんですけども、はい、それについて の市長の受け止めと、さらに、具体的な、まあ、再発防止策などが今考えているところがあれば教えていただきたいんですが、はい、先般、検証委員会から私の方に報告を提出をしていただきました。まずは、まあ、この度で今回の事案にお亡くなりになられた奥様のご冥福を、まあ、ここからお祈りを申し上げたいと思っております。前原院長はじめ、委員の皆様方にはですね、検証委員会の皆様方には、まあ、1年の間10回もこの検討委員会、検証委員会を開催していただきまして、さまざまな面から検証に取り組んでいただいて、報告書をまとめていただくことをに対しまして、心から感謝を申し上げたいと思います。まあ、報告書にある提言を、まあ、真摯に受け止めましてですね、国や県に要望すべきものは要望し、まあ、本市が取り組むべきことについては、検討し、速やかに事業化をしていきたいと思っています。まあ、二度とこのような事態、事案が発生しないように、
本質としての取り組みを進めていかなきゃいけないというふうに思っております。まあ、国に対しては報告書を28日に受け取りましたが、その日に、提言内容をお伝えをいたしましたし、県に対しては29日に報告書を提出をし、提言内容ともお伝えをいたしたところでございます。まあ、本市としても提言を踏まえて、まあ、今後さまざまな提言に含ま、提言内容に含まれております事業を検討する中で、まあ、しっかりと対応していければというふうに思っております。まあ、この報告書の中にはですね、認可外保育施設ではなく認可保育所や認定こども園などの施設、保育教育に係る関係団体にも、まあ、中止してほしいということがありましたので、関係団体、今申し上げた関係団体にもですね、こういった提言報告書を、まあ、送付をして周知を図っていきたいというふうに思っています。はい、あの付け加えてなんですけども、はい、認可外への今後 その支援策というのは今考えている部分があるんでしょうか。内容と、まあ、精査をしてですね、まあ、あの支援をするものがあればですね、31年度の予算に、計上して速やかに対応していきたいと思います。今いただいたばかりですので内容をしっかりと精査していきたいと思います。はい、どうぞ。はい、あの、まあ、そういったことに関連してなんですけれども、あの今まだあの鹿児島市の方でも待機児童の、 あの数がかなり多かったりですとか、であの来年から、まあ、国が行うとしているあの幼児教育保育の無償化であったり、まあ、そういったことがあるとさらに待機児童が、まあ、一気に増えるのではないかというような、まあ、懸念の声も上がっているんですけれども、まあ、そういったあの保育の問題であったり、あるいはその保育士の確保であったり、まあ、そういった難しい点もあるかと思うんですけれども、あの今後さらにそういった面でどういった取り組みをしなければならないかという市長のお考えがあれば教えていただきたいです。はい、今お話がありましたようにですね、やはり待機児童はさまざまな対策対応を取り組みを進めておりますけれども、なかなか減少をしていない現状であります。やはり、まあ、入所申し込みの数は増加をしておりまして、また終了をしたい保護者の保育事情も引き続き、高い状況にあります。また一方では、まあ、今お話があったように保育士不足によって、まあ、園によっては受け入れが利用定員に達していないということなども、まあ、待機児童の要因になっているんじゃないかなと思っています。まあ、待機児童解消については、まあ、国も力を入れておりますが、やはり無償化になりますとさらにそういった園に対しての需要が高まるというふうにことが予想されますので、今後はやはりさらなる保育所等の整備による定員増とか、また保育士保育所支援センターを活用した潜在保育士の保留講師などハードソフト両面から早期の待機児童の解消に引き続き努めていかなきゃいけないというふうに思っております。なかなか保育士さんの確保というのがそれぞれの園で大変難しいようでございますので、さらに潜在的な保育士さんの採用というものですね、ぜひ、力を入れて、さらに力を入れていきたいと思っております。なかった誰もいなくなった以上で、森市長の定例会見を終了いたします。次回の開催につきましては幹事社さんとご相談の上後日ご連絡をいたします。よろしくお願いいたします。では改めまして以上で森市長の定例記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。